皆さんこんばんは、松かなチャンネルの松本かな子です。今日も一日一曲見に来てくださりありがとうございます。今日チャレンジする一曲はチャカ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 じゃん、ドリームズカムトゥルーさんの未来予想図2です。いやー、こちらの曲歌ってなかったんですね。なんかびっくり、調べたら歌ってないと思って。はい、作詞作曲が吉田美和さん、編曲が中村雅人さん、こちら名曲ですね。たくさんの方がカバーしてたりとか CM のソングで、ね、起用されたりとかしています。こちら1989年の11月22日にリリースされた Love Goes On というアルバムの中の1曲だったんですね。こちら10曲目にこのうちらの曲が入ってましたね。すごいですよ、たくさんの方が。で、今ではなんと高校の教科書にも載っているというこちら未来予想図2でございますね。未来予想図っていうのもね、後からそっちがあれなんだよね。はい、この名曲にチャレンジしてみたいと思います。では聞いてください。ドリームズカムトゥルーで未来予想図2。卒業をしてからもう三度目の春、相変わらずそばにある同じ松かなチャンネル登録、そして高評価ボタンよろしくお願いします。いやー、ちょっと間違えちゃったけれども素敵な曲ですね。これね、なんで歌ってなかったって難しくて弾けなかったんですよ。抑えられなくてコードが、まあ今もちょっと怪しい部分はありましたけれども、なんとかお届けできるまでになったかななんて思いながら、はい、一生懸命弾いてみました。
やっぱりね、本当に継続は力なりじゃないですけれども、まあ、本当にこの1日1曲を始めた時に比べたら、ね、ギターもそうですし、映像もそうですし、編集もいろんなことでスキルアップできてるんじゃないかなと思っております。ぜひ皆様もね、まあ、始めるに遅いも早いもなくて、ね、自分がやりたいと思った時がスタートなので、ぜひぜひいろんなことにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。松かなもこれからも頑張ります。一緒に頑張っていきましょう。はい、それでは明日も松かなチャンネルでお待ちしてます。またね。